近いうちに飛び降り自殺しますという。これねどんなお便りかというと、えー「もし近いうちに地方の工業大学で飛び降り自殺が発生した場合その際は何か番組でコメントを頂けるとありがたいです」っていう,ですもうこういうマジなやつが来て工業大学生の人はね課題がきつくて、ま、死にたくなるらしいからね <laughs>、えー、自殺の予言でもないんだろうけれども、えー、去年川沢工業大学で自殺があってで柴原工業大学で自殺未遂があったそうです。 でじゃあこういうふうに言われたら僕はなんて答えるのかっていうと「お疲れ様以外に言葉はないよね。俺だってそうするかもしれないからお前が先にやったら「お疲れ様!」って言うけどもあのそれ以外にあんま言葉かけないぞっていうふうに返事するな止めることはするかな目の前で言ったらするだろうな目の前で言った瞬間にそれは目の前にいる人間だからな。でそうじゃなくてメールとかそういうところに書いてる限り 申し訳ないけど僕にとってそれは情報でしかないから目の前で言われるのとはやっぱちょっと違うよな。